サンシュルピスの出口です。ここからスタートしていきます。このサンドホがある角を渡ってまっすぐ進んでいきます。今日はボーパッサージに向かいたいと思います。このボーパッサージなんですけど、2018年に新しくできたパッサージで、主に食べ物系がね入ってるんですよ。新スポットみたいな感じだそうで、カフェとかね、こういう感じで今テラスが出てます。今日は分かりやすい通りということで、ここクール・ドゥ・グフネル、ここをまっすぐ行きます。ここを出るとラスパイユ通りに行くので、これが簡単な道順ですね。ここフルバンカスパイユ、ここがもうボーパッサージです。駅から9分って書いてあったんですけど、9分もかかってないな。では渡って行きます。マッサージって大体まあアーケード街とかっていうのかな、日本語だと。なんですけど、ここは2018年に作られたジラルクリックで消毒します。ここは2018年に新しく作られたところなので、わかりますかね、ほらマッサージって言っても屋根がないんですよ。こういうところです。ごーい。ただね、食べ物全然見てないんですけど、すでにもう美味しそうって思っちゃう。ここは生ハムとかのエピスリですね。テラスはこんな感じです。オンパスパラプテ、目的はね、いろいろあるんですけど、エルメも見たいし、あとはすごい、皆さんお食事中、フィッシャンチップ、自分ギャデルマップ、シーアルマップ、オネラ。そう、来たいと思ってたアンヌソフィーピックのところが閉まっている。ウィセテラ、バーギアペハイフィス、近くするジャポネ。行きたかったのがね、ここで、隣がピエヘフメのカフェ。すごい、さすが人気。というわけで来ました、ここです。入っていきます。
un sandwich comme ça, c'est fait. Ça sera sur place ou emporté ? Emporté. D'accord. Alors. Celui-là, brioche foyettée, tigrée. Brioche tigrée ? Oui. Non, c'est tout. Le calque est dessus. On a congé des. Dégustation. チャンネル登録よろしくお願いします。今日買ってきたのはこちら、ツナのクリームとあとサラダですね。あとはここジェノベーゼソースが入ってます。売ってる時はこの食べやすいように紙と一緒に売ってるんですけど、パン、こちらパンプキンシードとかひまわりの種とかが入っついてますね。美味しそう。いただきまーす。このサンドイッチすごく大きいのでボリューム満点で食べるの大変かなって思ったんですけど、結構軽めの食感、パンも柔らかめのパンで、黒パンなんですけど酸っぱさとかも感じないです。で、冷たいサンドイッチ、ツナなので夏だけどさっぱり食べれます。なので意外とこれ1個いけちゃうかもしれないです。で、前回食べたクラブサンドイッチの方は結構ボリューム感じて、夫と2人で結局1個半分こしました。買ってきたサンドイッチ食べます。これはゆで卵、ハム、トマト、レタスです。いただきます。うん、始まったもん。リトルデリッシュ。でもこれは一人でもいけそうな感じの軽さです。美味しいです。これどうも有名みたいで写真に載ってたので買ってみました。マーブルっぽくなってます。では切っていきます。結構カリカリな感じかと思ったらそうではなく、しっかりとした層の生地っていう感じです。あ、中になんか入ってるっぽいな。あ、こんな感じです。中はマーブルの生地にプラリネカマが入ってますね。いただきます。中に入ってるこれはプラリネノワゼットでした。で、中に本当のノワゼットが入ってるんですよ。だから食感がガリガリしてて、このブリオッシュのふんわり感とこのプラリネのトロッと感と食感が楽しめます。ブリオッシュにしてはリッチな感じですね。これおすすめです。プティビズフランス。